だか竜だかコロコロ気が変わるらしいなんとかっていう医師が地元の医院のカルテを大量に欲しいって言うんだ。もちろんそういうのはコンピューターに収められてる。コンピューターの電源は入ってないから連中には手も足も出ない。誰かが中に入って電源を入れてくれてカルテを引き出せるようにしてくれないとな。保険会社が大喜びしそうな話だと思わないか。エージェント、LMB の無線通信を傍受した。連中も私たちと同じように免疫学者のメッセージを手に入れたようだ。領事館で彼を探して隠れ場所の見当がついたら連絡する。
エージェント、何を探せばいいのかはっきりとは分からない。でもチェルネンコはこんなところでも仕事をしたはずよ。だからメモ、日誌、そういったものを探していいわね。HD テックがたくさんのハードウェアを検出してる。ロシア人はこの処理能力を何に使おうとしている？平時なら多分スパイ活動ね。でもこんな状況だからチェルネンコがウイルスのモデル解析をしている可能性が高いわね。データを引き出す。これは何、ドクター？これは RNA マップファイルよ。目的は分からないけど、チェルネンコの大量のゲノムデータよ。エージェント、送って、全部よ。警告、対抗措置を検知、設定中。警告、ネットワークの電源が無効化。どうしたの？エージェント、データが止まった。ハッキングか。エージェント、今のは SHD テックだ。つまりこの付近で誰かが SHD テックを利用してる。そいつが新たな標的だ。テックを手に入れて、チェルネンコのデータとともに手段を問わない。
注意、セキュリティシステムを調査中。調査完了。注意、セキュリティプロトコル解除、セキュリティタワー解除。
LMB の通信を傍受中。コヨーテワン、こちらホーネット、聞こえるか。ホーネット、こちらコヨーテワン。メインフレームのアラームが切られた。そっちに向かう。必要ない。ロシア人は隠し部屋のような場所に閉じこもってるが、長くは持たない。敷地内に JTF はいるが対処できる。 JTF じゃない、そっちへ向かう。ホーネットアウト。エージェントが今すぐ助けを必要。帝国、敵が接近中。私の声を聞かせてくれる？ビタリー、ビタリー、ニューヨークのドクタージェシカ・カンデルよ。イースブルックのあなたの講演後に話をした。互いの仕事も知っている。ドクター・カンデル、私のメモを持っているが無事なのか？ビタリー、大丈夫よ、助けに来たの。ドア開けてくれる？わかった今。ビタリー、何が起きてるの？ブリーチングチャージだ、急いでエージェント。注意、セキュリティシステムにアクセス中。アクセス完了。
通信を傍受中。ボス、こちらホーネット。チェルネンコを連れ出し、奴のメモを GTF がアクセスする前にサーバーから引き出して消した。もう退去できる。よし。友人たちはどうした？近くにいる。交戦の許可は？許可する。第2波の実力を見せてもらおう。
通知。 SHD テックを検知。 SHD テックのシンクロ中。通知。データベースにアクセス完了。アップリンク設定中。例のエージェントの SHD テックからファイルを入手したわ。分析には数日かかるけど何かあるわ。恐ろしい何か。手に入れられてよかった。連れ去られたんだ。メモは手に入れたわ。彼は必要ない今のところは。素晴らしいデータがたくさんあるわ。エージェント、町のセキュリティシステムが復旧してきたから。